この3人でやってくるまでにはちょっと待って、ちょっとまあ大丈夫、1月とかでしょ。じゃあ今日のファッションポイントどうぞ。かわいい。ジュエは大阪に来るときに靴を2個持ってくるのめんどくさくて、ちょっと変な足元してるし、そんなことない、思ってるよね。スカートの丈が長くてちょっと気に入ってないですけど、それ以上の時間は結構結構だよね。はい、ピンクです。普段着なくてね、思った、これが珍しいな。確かにポイントです。いつも編みたいサイズのイメージだ。そう、全身黒くて編みたいな、結構黒、何歳みたいな服。17歳ですね。17歳はい、若い、若いね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 、それ気分になっちゃう。イヤリングで、今日イヤリングが、あ、そう、あ、じゃあ言いますか。どうぞ言ってください。そう、これ本当はピアスだったんですけど、そう、変えたんです。イヤリング変えてないから、あんまりすごいなっていう。すごい連射乗って、めっちゃ連射乗って結構。終了です。終了です。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。